はい、速稼塾の久保です。非常に悲しいニュースがね、やっぱり繰り返されております。これ記事ちょっと読みますね。時事通信社なんですけども、タイトル、お前も感染者？差別が追い打ちということでございます。今回のね、感染症による肺炎でお亡くなりになった男性の遺族は、お前も感染者かと聞かれたり、職場で人に避けられたりして差別を強く感じたと訴えるんですよね。こういう風な人間にはなってほしくないですね。何なんですかね、昔からなんですよ。私はまあ広島県育ちなんですけども、広島でずっと暮らしてきて思うのがね、昔やっぱりこう原爆落ちてピカドンの子だとか言われてね、差別を受けた方っていうのいらっしゃったんですよね。例えば縁談をね断られたりとか、入場制限されたりとかね、気持ち悪いもの扱いされたりとか、まあ子供心にしょうがないんでしょうけども、なんかバリアとかね、グッピーとかなんかあんな感じのものがね流行っちゃうわけなんですよ。でただでさえね、ひどい目に遭ってるのに、ご不安抱えてらっしゃるのに、周りの人に支えられないっていうのはね、周りの人にこれだけね、追い打ちをかけられるっていうのは、本当にどんな人間なんだと思いますよね。東日本大震災で、絆とか言ってね、なんかやってたじゃないですか。絆キャンペーンじゃないですけどね、なんか絆だとか助け合いだとか言ってましたよね。それはどこ行っちゃったんですかね。これが絆なんですかね。傷つけ合う絆ってなんかシャレにもなんないんですけども、ここに書いてます。同じ思いは私だけではないと話し、感染者の家族らへの配慮を求めている。本当そうですよね。なんか前回もね動画で言ったんですけども、私たちはね、自分の痛みにすごくね敏感で、他人の痛みに鈍感すぎるんですよ。まあこんなことではね、もう本当犬猫の方がマシですよ。犬猫の方がまだね、自分たちの仲間をおもんぱかってペロペロ舐めてあげたり寄り添ってあげたりとかする姿がね、YouTube とかで見るとなんか切ないっていうか美しいなと思うわけなんですけども、人間にはね、せめてね、その動物的な感情をね持ってほしいなと思うわけですよ。もちろんこういう方は一部だとは思うんですけども、その一部の人がね、人を徹底的に追い詰めてるっていうのも、もう目を背けられない事実だと思うんですよ。ちょっと記事続き読みますね。遺族によると、自身は濃厚接触者ではなかったが、職場などでお前も感染者じゃないの？と聞かれた。露骨に避けられることもあり、差別的な気持ちを強く感じたという。これはもうね、パワハラとかね、今流行りのああいう形でもう完全にね、職場を訴えるみたいなことを起こした方がいいと思いますよ。なんかね、腹が立ったら煮えくり返りますね。こういういじめの構造があるから、なんか小学校とかね、中学校とかでもいじめってのがあるわけですよ。なんかあいつは臭いとか汚いとかっていうのでいじめって始まるじゃないですか。まあなんかね、本当にね、こういう風な社会を作ってる大人たちが結局足を引っ張り合って、そういう姿を見るから子供たちもそれをやりますよね。で、やる子供がまた大人になるから立ちが悪いんですよ。で、そうではないでしょってことなんですよ。差別だけではない。濃厚接触者と認定された男性の身内の一人は、2週間の健康観察後もしばらく出勤が認められず、収入の減少に苦しんだ。幼い子供を抱え、自分が感染したら誰が面倒を見るのかと不安に怯えながら生活する人もいると。遺族は、傷ついている人がさらに傷つくことがないように思いやりのある行動で接してほしいと話した。そうなんですよね。私たちはね、助け合えば助かるんですよ。でもこうやって潰し合ってるんですよね、結局は。なんかね、自分より弱いものを見つけて、そいつをのけものにしたりとか。で、今回のその伝染病なんて誰のせいでもないじゃないですか。確かにね、外出を控えた方がいいよって認識されてるのに、大分の方に旅行に50人ぐらい連れて行っちゃうのはどうかと思いますよ、あれは。立場的にも、この風潮的にもね。それはダメですよ、やっぱり。でも、やっぱりね、生活の糧を得るために、職場ってものに従事して、この厳しい中でもね、一生懸命働いてくださって社会を回そうとしてるわけじゃないですか。で、そこにつけてね、なんか、感染、陽性が出たからといって、今度は仲間であるはずの職場の人たちが、こういうことをね、その密閉された職場という空間で、滅多落ちにしてしまう姿ってのは、これが日本人の本性なのかなと思っちゃいますよ。他の国でも起きてるのかもしれませんけども、日本人だけはこうであってほしくないなと、気高くいてほしいなと思いますよ。ちょっとね、また、ここからね、ぐだぐだ言っちゃいますけども、私はいつもね、鹿児島のチランっていうところの、特攻の衣装をね、思い出すんですよ。広島にも海軍兵学校って江田島にありますけども、私たちの今生きてるこの時代とかね、私たちの命をおそらく守る意味で特攻隊ってのを言ってくれたと思うんですよね。これ私の勝手な解釈ですけども、今、人を守るために自分は無駄かもしれないけども、1秒でも1分でも敵が迫ることを防げるんだったらということで、
まあ、特攻に行ってくださった方がいるんですよね。もちろん不本意ながらね、行った方もいると思いますけども、自分の犠牲で日本というものが守れるんだったら、美しい国がこれから期待できるんだったらということで、靖国だろうみたいなことを言って突っ込んでくれたわけじゃないですか。なんかね、そういうふうなね、人たちにね、もう恥ずかしくって申し訳なくて見せられないですよ。こういう姿を。もう少なくともね、もう自己犠牲が美しいとまでは言わないですよ。でも少なくとも人をこうやってね、ないがしろにしたりとか、あからさまな差別をすることは美しくはないというのは私でもわかります。なんかこんなことが起きてほしくないなってことが、こういう時にね、起きるっていうのは、もうまさにね、私たちはね、この今回の感染症に叱られてるんじゃないかと思えるぐらいですよ。お前らの本性はそんなもんだろうと。お互いに滅ぼし合ってしまえみたいなことね、言われてるようなもんですよ。いやー、やっぱりね、思い出すこといろいろありますけども、猿の惑星のラストシーン、皆さん、ご存知ですか？チャールストン・ヘストンが最後ね、核戦争で滅びてしまった地球の、海岸に突き刺さった自由の女神を前にしてね、激しく拳を地面に打ち立てて、人間なんて全員ね、地獄に落ちてしまえって叫ぶわけなんですよ。まあ、こういうふうなね、弱ったものをさらに痛めつけるような、これは権力者がやってるわけじゃないっていうのがね、またポイントなんですよ。一般市民が一般市民を叩いてる姿、もう本当にね、人間なんて地獄に落ちてしまえみたいな気持ちになりますよ。なんかトレインじゃないですけどもね、弱い者が夕暮れさらに弱い者を叩く、まあそんなことはね、これ以上起きてほしくないなと思います。いやー、なんかね、ダメですよ、こんな言葉にしたり。まあ思ってしまうのは思ってしまうのかもしれませんけど、そこはね、私も否定しません。否定しませんけども、ただそれを言葉にしてね、お前も感染者じゃないの？という、この言葉を出しちゃダメでしょ。と思います、私は。はい、こういう時こそ、助け合い、配慮し合い、おもんぱかっていきましょう。ね、誇り高い日本人、日本民族で、日本民族って言うとまたね、危ない人みたいですけども、気高い民族でいましょう、私たちは。日本、万歳ですよ、もう。では、失礼します。